今日のイカれた偉人は文豪川端康成。彼は芥川賞の選考員としても活躍し、まあ、代表作としては伊豆の踊り子がありますね。その川端康成は極端に寡黙な人で、まあ、ある時友人が訪ねてきた時にはですね、2時間一言も喋らずに相手が気詰まりしそうになって帰ろうとしたら、まだいいじゃないかと引き止めたそうです。さらにはですね、川端康成が金に困った時、あの菊池寛という方からお金を借りようと、まあ、1時間ほど黙ったままミミズクのような目で見つめてお金を出させたそうです。まあ、新手のカツアゲですね。まあ、まさに沈黙は金といったところでしょうか。まあ、皆さんはね、正しいカツアゲの方法でお金を巻き上げましょう。ではまた明後日。